雄太から連絡なかったか。部屋にはいないし、リュックはないし、お袋から金も借りてるみたいだしな。ひょっとしたらあなたに会いにこちらに向かってるかもしれませんよ。僕といるの嫌ですか。いや、これ家賃の代わりです。通帳ありませんけど。それは不思議ですな。亀田翔吾さんと連絡取りたいんですが。文学部の助手に亀田翔吾というものはおりませんが。どうしたんですか、この傷。石段で転びました。本当です。私この前、亀田さんがおばあさん、年配の方と一緒にいるところを見ました。どこでですか。どんどん坂の近くです。ああ、加藤さんですね。加藤さん。長崎には山岡先生の他にも語り部の方が大勢いらっしゃいます。僕はあちこちでサポートしてるので。そんなにお忙しいと。研究どころではありませんね。研究？長崎中央大学の文学部にいらっしゃるんでしょ。語り部の方たちとの交流やボランティアが忙しくなって、大学にはほとんど顔を出してません。休職扱いになってます。どうですか、亀田君の具合は。先生、突然お邪魔して申し訳ありませんです。そろそろ小学校に行く時間なのですが。はい、私がお送りします。すいません、息子さんが心配でしょうが。息子さんがどうされたんです。次男が家からいなくなったんです。でも心配してもしょうがないでしょうし。先生どうぞ。お願いします。いい味ですね。外見で取れた味だけうまかり決まっとっさ。運んどきます。はい。
今長崎にいる。ペンギン水族館ってとこ、奴らを見てると一日中飽きない。長崎。よう、大野さん。はい。また誰かさんとメールですか。いえ、息子なんですけど。あの熱出したかっけ。ペンギンの水族館に。ペンギン。すいません、中抜けさせてください。すいません。いや、あのさ、大野さん、すぐ戻りますので、すみません。大野さんさ、あのさ、困っちゃうんだよ。あるよ。ブログで知り合ったやつと盛り上がってこっちで会おっかって話になって、だいたいお母さんがこっちにいるなんて知らなかったし。おいで。だよ、ここいいから。ほら、なんだよ。先生、息子の雄太です。長崎にいたんですか。そうなんです。ご挨拶は。なんだよ、このじいさん。山岡幸吉です。先生はね、お母さんの恩人なの。今お母さん先生のお宅でお世話になってるのよ。森村優太です。先生、私仕事で手が空かないので、優太お願いできますか。わかりました。夕方も。いつもずっとここにいんの。誰も来ねえじゃん。誰かが来た時のために私がいるんです。
お願いがあるのですが。何でしょう。児童養護施設の子供たちを記念館に。養護施設。はい、先生の講演をぜひ子供たちにも聞かせてあげたいんです。急な話で申し訳ありません。明日でも大丈夫でしょうか。タマコ。タマコか。うん、いいね。その顔の傷やっぱり気になるか。悪いやつに殴られたんだ。そいつは僕のことを悪いやつだと思ってるんだけどね。おやすみ。よろしく。翌日は近くの国民学校が診療所になっていることを知り、母と共に駆け込みました。しかしそこにはまさに地獄の光景が広がっていました。小学校の床には焦げた丸太のように無造作に人間が放置されていたのです。足の踏み場もないほどで、私はそのうちの一つの遺体につまずいて、母ちゃん踏んでしもうたと言ったら、母はもうよか、死んでしもとっけんと叱るように怒鳴って、私を校門まで連れて行きました。橋本勝之さん74歳、被爆当時4歳でした。原爆投下後70年経った今も胸に刻まれた辛い思い出は消えることはありません。あー、つまんないな、帰ろう。うん。広島に落とされた原子爆弾は濃縮ウラン型、長崎に落とされた原爆はプルトニウム型、長崎には広島とは種類の違う爆弾が落とされたのです。これは一体どういうことを意味するのでしょうか。そのことを私はずっと考えてまいりました。本当に恐ろしいことですが、私たちは人体実験をされたのではありますまいか。ご苦労さん、ご苦労さん。あ、小野さん、今日はもう上がってええよ。あ、でもまだ時間が。いや、あのさ、これ今日までの分の給料、あの少し色つけといたからね。あの大野さんさ、遅刻とかなかなか多いし、親方がへそ曲げちゃってね。それにおばちゃんたちもさ、あんただけエコひいきしよるって騒ぎよるんや。まあはっきり言ってこれやな。じゃあな。
すいません、先月と今月分の集金なんですが。はい。いや、ずっと引き落としだったんだけど、先月から止まっちゃってんですよ。引き落としが。はい。あ、すいません、ちょっと待っててください。すぐ支払いますので。2ヶ月分で8074円になります。はい、じゃあこれ。はい、お預かりします。どうでした？ただいま帰りました。お帰りなさい。ただいま。あら、ゆうた、それは？今日は山岡先生の誕生日なんです。それでお祝いしようとゆうた君と相談して。そうですか。では先生、どうぞ。おいくつになられたんですか？昭和9年の生まれですから80歳になります。先生お若いですね。大野さん、私は家族というものを持ったことがありません。ですからこんなにぎやかな宴をしていただくのは生涯で初めてのことです。ありがたいことです。先生はもっともっと長生きして語りを続けてください。先生のお話を聞いて勇気を持つ人がたくさんいるんですから。そうでしょうか。しかし最近私の話に耳を傾ける人はほとんどいないようですが。でもかっこいいじゃん。うちのお父さんよりずっとかっこいいよ。ゆうた、これちゃんと着替えてね。お母さん洗濯しとくから。今日先生と一緒にいてどうだった？何かあった？あの人、子供たちにシカトされてた。シカトされてもずっと話し続けてた。すげえ根性だと思った。そう、俺もさ、高校で何？俺こっちにいたい。俺高校で浮いてるんだ。浮いてるっていうか、つまり。わかった。もう言わなくていいよ。お父さんは逃げるなとか、そんなんじゃ社会で通用しないぞって言うんだろうけど、
お母さんはそう思わない。逃げることで開ける道もあると思うし、退却しながら攻めるってことだってあると思うの。お母さんは今攻めてるの？え？どうかな。どうだろう。おやすみ。おやすみ。はい、森村です。なんだお前から電話なんて。どうした、金か？いいか、間違ってもサラ金なんかに手を出すなよ。違うわよ、ユータのこと。ひょっとして一緒にいるのか、元気なのか？元気よ。長崎が気に入ったみたい。長崎？ずいぶん簡単に言うな。だから心配しないでね。それから健太どうしてる？相変わらずかなちゃんのとこに入り浸ってるよ。就職決まるといいんだけど。ゆうたは学校どうするつもりなんだ？学校はどの道行ってなかったでしょ。学校だっていろいろあるだろう。めんどくせえな。わかった、俺がそっちに行って連れ帰るよ。そうしなきゃしょうがねえだろう。やめて、来ないで。あの子はあの子なりにいろいろ考えて決心して家を出てきたんだと思うの。だからその気持ちは尊重してあげたいの。そういうことなんで、ゆうたはしばらくこっちで預かりますね。じゃあ。ちょっと待て待て待て、切るの早いだろう。ユータの学校の連絡物はここに転送してください。長崎市山岡幸吉様方。なんだよ。まだ子供ね。おはようございます。おはようございます。今日は先生がゆうたくんを池島にお連れしたいとおっしゃってます。先生が？はいはい。
昔は大勢の人が暮らしていました。悲しい景色です。君はお母さんに死ねよと言うそうですね。別に本気じゃないし。想像力のない言葉は人を傷つけます。それをよく覚えておきなさい。いいですね。どうした？はい、実は何とかもう一度このお店で。やっぱりね、残念でした。ごめんね、トミちゃんさ、新しいおばちゃんを見つかっちゃったんだよな。トモミちゃん、俺の知り合いでよ、おめえ。きっとね、居酒屋やってるやつがいるんだけど、そうすか、人を探してたな。なんだったら紹介してやろうか。ぜひお願いします。オーケー、よしよし、おう、ついてやろう。おい、あ、いい、大丈夫です。ごめんください。ごめんください。スイングプレーヤーをこう壊さないようにして、こうグーッとでこう力を入れて、こうこう非常に。腰が、ね、はい。ああ、森にいらっしゃい。あ。じゃあ私はこれで。今日はありがとうございました。はい、これ忘れないで。あ、はい、ありがとうございました。じゃあね、ゆりかちゃん、また。ダメだ君、謹慎中なんだから。こんなとこへ来ちゃ、ここは僕たちがゴルフの練習の後よく寄る店だって知ってるでしょ。すいません、でもここは俺の行きつけでもあるんですよ。もうタワ様、ほらもう座って。はいはいはい、モリリンもここに座って、ね。はい、水割りちょうだい。水割りね。千春ちゃんは誰にでも優しいんだね。そうよ、だって私は博愛主義者ですから。チェあーね、そんなことよりモリリン、奥様その後どうよ。聞いてよ、長崎だってさ。素敵なところじゃない。ねえ、でも大丈夫なの？今度社長接待あるって言ってなかった？奥様同伴の。そうなんだよ、あちら全員外資系でさ、夫婦同伴。奥さんまだ帰ってこないんだ。いや、なんか羽伸ばしてるみたいですよ。あの下の息子まで女房恋したに逃げ出ちゃって、今長崎で一緒にいるんです。うん、僕の言った通りになってきたね。言った通りって？家族はパズルのピースみたいに一つ欠けてもガラガラ崩れる。
息子さんが奥さんについたとなると次は離婚か。どかさないでくださいよ。何言ってるんですか。離婚すると男の寿命は9年縮まるっていうからね。待つのは一人寂しい老後だよ。怖い怖いね。だから離婚なんてしませんから。でもなんで奥様長崎なのかしらね。さあ全くわからない。こんなこと言ったら悪いんだけど、もしかしたら男の人が長崎にいるとか。いやあいつに限ってそれはない。どうしてないって言い切れんのよ。モリリン奥さんのことをあんまり大切にしてこなかったんでしょう。優しい男の人に現れたら一発よ、そういう人って。ごめんなさい、ちょっと言い過ぎちゃった。いやいや、いいよいいよ。あ、千春ちゃん、俺が独り身になったら結婚してよ。え、うん、どうしようかな。厚かましいね、君は。ちえ、よろしいですか。どうぞ。大野さん、実は今日先生を仲町の教会にお連れしたいんですが、ご都合はいかがですか。私でよければ。教会ですか。もう一度施設の子供たちに先生のお話を聞かせてあげたいんです。亀田さんは。今日は他のボランティアがあるのです。そうですか。すいませんが、よろしくお願いします。まだ懲りてないのか。ああ、また痛い目に遭いたいのか。いえ。おばさん、こんな奴は付き合うなって言ってるでしょ。あなたは。おばさん、純吉ですよ。ほら、あなたの甥の、あなたの姉さんの息子の純吉です。純ちゃん大きくなったわね。分かったか。とっとと消えろ、この財産狙いだ。今日は楽しかったね。あなた、いってらっしゃい。お母さん、もうあんなやつほっといて。先生。何でしょう。亀田さんは本当に信頼できる人だとお思いですか。どういうことでしょうか。この家は留守の時鍵をかけませんよね。心配なんです。預金通帳もなくなったり出てきたりするし。それですいません、この前先生の通帳ちょっと見せていただきました。そしたら時々驚くほどまとまったお金が引き落とされてるんです。先生がご存知だったらいいんですけれど。ああ、思い出しました。先日亀田君と一緒に被災地に公園旅行に行った時に通帳とカードは彼に預けたんですよ。え？私は使うお金は大したことはないし、そのままでいいと思っていたんです。しかし、あなたと息子さんがここで暮らすとなると、何かと物入りですし、
お金も少し多めに出しておかなければなりませんね。そういうことではなく、亀田さんに通帳やカードを預けっぱなしにして大丈夫なんですか？あなたは亀田君を疑ってるんですか？彼は悪い人間ではありませんよ。でも亀田君が大震災の後、うちを訪ねてきてこう言ったんです。こういう時こそ先生の話を被災地の方々に聞いていただいて元気を出してもらいたい、そして日本中のあちこちを共に回りましょうと。年寄りと寝食を共にし、トイレに付き添い、面倒な交渉事を一切引き受ける。宿がなくて車で野宿したこともあります。彼は全てを投げ打って尽くしてくれる男ですよ。私は彼の言葉に嘘があるとは思いません。はい。私は彼を信じています。大野さん、人を疑うことは心を貧しくします。あなたはもっと彼の良いところを見るべきですよ。参りましょうか。はい。昭和20年8月9日、私が原爆に遭ったのは10歳の時です。私は長崎から少し離れた島原というところに疎開しておりましたが、その日は長崎に戻るために列車に乗っておりました。長崎の少し手前で列車が停車したその時に原爆が投下されたのです。遠くで白い光が見えました。長崎では仲の良かった友達の多くがこの原爆のせいで死んでしまったのです。家族とご飯を食べたり笑ったり、ごく普通の生活をしていた皆さんと同じ年頃の大勢の子供たちが一瞬のうちに命を落としたのです。死ぬということの意味が皆さんにはまだよくわからないかもしれない。しかしそれがどんなに残酷なことか、いつかわかる時が来ます。それは皆さんが大人になり家族を持った時です。どうかその時まで私のこの話を忘れないでいてほしいのです。先生、これ何？これはね、原爆が落とされた中心、ここが爆心地っていうの。こんな瓦礫になってるんですか？はい。亀田翔吾さんはこの子供たちのボランティアもう長いんですか？あ、ボランティアなんかじゃないですよ。え？翔吾くんはこの子たちのお兄さんなんですよ。お兄さん？彼はうちの施設で育ったんですよ。そうなんですか。山岡ですが。あのお宅は山岡さん？いえ、僕は付き添いの者です。山岡先生にご用ですか？いや、あのうちの妻がお世話になってると聞いたもんですから。ああ、大野さんですね。ええ、いらっしゃってますよ。大野？森村ですよ、森村智美。妻を出してもらえませんか？大野さんはお出かけになってます。お帰りになったらお電話のあったことをお伝えしましょうか。
いや、いいです。またこちらからかけるんで。そうですか。聞いてねえよ。なんで若い男がいるんだよ。てか、思うの？あいつ、旧姓で自分のこと呼ばせてんのか。優しい人が現れたら一発よ、そういう人って。息子さんが奥さんについたとなると、次は離婚か？なわけねえだろ。何やってんの？連れ戻すんだよ、母さんを。再来週外資の社長接待があって、夫婦同伴じゃなきゃダメだって部長から言われてんだ。旦那の仕事を手伝うのは妻の務めだろ。あいつ、いつまでもサボってられるなってんだよ。相変わらず勝手だよな。勝手？俺が？親父ってどこまでも自己都合なんだよ。そんなんじゃお母さん絶対帰ってこないよ。帰ってこないじゃない、帰ってこさせるんだ。お前家開けすぎなんだよ。どこ遊び歩いてんだ。カナの家にいるだけだよ。彼女の家なんかね、入り浸ってていいのか。就職活動の大事なこの時期にたるんでんじゃないのか。就活には彼女の家から通うよ。あっちの方が断然都心近いし。同棲ってことが多い。親御さんには二人で生活費折半してやってくってこと。その方が安上がりだしさ。カナもそうしろって言ってくれてるし。だからもうここには帰んない。おいおい、何やってんだ。だから家出てくんだよ。これからこの家に俺一人か。知らねえ。俺はどうなる。大人なんだから自分の面倒くらい自分で見ろよ。健太、最低な顔してるぜ。なんだ。自分の顔よく見とけよ。じゃあな。え？クジラですか。竜田揚げです。長崎ではクジラをよく食べるんです。ちょっと珍しいでしょ。亀田さん、すいませんでした。何がですか。疑うようなこと言ってしまって。いえ、傍から見れば僕は得体の知れない人間かもしれません。疑われて当然です。いや、私が悪いんです。見返りを求めずに人に尽くせる人がいるってなんだか信じられなくて。ダメですね、人間が世知辛くて。こっちに来てからも自分のことだけでいっぱいいっぱいで、貯金が目減りすることばっかり気になっちゃって。お仕事うまくいってないんですか。実は食堂クビになりました。そうですか。次の仕事先も紹介してもらったんですけど、まだそこは。じっくり腰を据えて自分に合う仕事を探したらいいじゃないですか。焦ることはないです。そうですね。でもその間また先生に甘えることになっちゃうんですけど。竜田揚げですね。好物です。ボランティア先のいただき物です。それはよかった。停電？まだ電気がある。
いや、そんなはずないですよ。つきませんね。停電だよ。外も真っ暗だもん。懐中電灯が部屋のどこかにあるはずだが。懐中電灯。先生はここにいらしてください。僕が探してきます。懐中電灯。懐中電灯。綺麗。亀田さん。逃げられよったの森村と申します。パズルは崩壊したか。長崎にいちゃダメかな。だからもらったって言ってんでしょ。あなたは嘘つきだわ。早く出た方がいい、あんな男のうちは。女はね、まず褒めなきゃ。離れてみて分かったんだ、お前が大切だってこと。ゆうたが家を飛び出したようなんです。今長崎にいる。すいません、中抜けさせてください。すいません。いや、あのさ、あ、ゆうた、君はお母さんに死ねよと言うそうですね。俺高校で浮いてるんだ。大人なんだから自分の面倒くらい自分で見ろよ。亀田さん、本当にボランティアなんですか。私は彼を信じています。あなたはもっと彼の良いところを見るべきですよ。亀田さん、亀田さん、どうしたんですか。わからない。どうしてでしょう。僕にも分かりません。それでは弊社を代表いたしまして、営業部営業第二課森村博光夫妻よりご挨拶申し上げます。よろしくお願いします。ドロワサの皆様、本日はお忙しい中、はるばる日本までご夫婦同伴でお越しいただきまして誠にありがとうございます。会場を満たしております幸せオーラに先ほどから私も酔いしれております。 Full of happiness. Mr. Morty Murda, why don't you make a speech with your wife?森村さんもどうかご遠慮なさらず奥様とご一緒に。妻はですね、
その私、逃げられ夫の森村と申します。妻は先日ディナーの席で突然出歩、未だに行方が分かりません。メール一つよこさないんです。どこでどうしておざるやら。本当に自由奔放な妻で困ったものです。 She's really freewheeling as a wife. A bad part of Japanese men is like that. You always put women down to maintain your authority. 日本人男性の悪いところはこういう席で女性を卑下し自分の威厳だけを保とうとするところです。 You can't even manage your home. I want to pull out of this deal. 自分の家庭の管理もできない人間にプロジェクトの管理ができるはずがない。今回の話は白紙に戻しましょう。いや、あのですね、不愉快です。あの男は Get out です。 Get out! 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 じゃあね。親父ってどこまでも自己都合なんだよ。そんなんじゃお母さん絶対帰ってこないよ。お母さんが出てった気持ちは分かるな。まったくどいつもこいつも。みたいそう、うん、小原さん、いただきます。どうぞ。いただきます。ねえ、ここに来た日のこと覚えてる？いつだったかな。10年前よ。そうだったね。ここでオペラを聞いていたわ。どんな？あら、やだ、蝶々夫人じゃない。そうか、そうだったね。どうしたの？嘘つき。あなたは嘘つきだわ。ごめんなさい、嘘つきは私。ここでプロポーズしたのよ、あなたが。見せて。このまま二人で旅に出たいわ。そうだね。
居酒屋が流行らないからな、昼の定食を始めるんだ。客寄せパンダも必要だからな。パンダ何釣ったってんだよ。昼近いんだからテーブル拭くとか自分で考えろよ。はい。食堂で働いてたんだろ。おかけになった電話は電源が入って。なんで出ねえんだよもう。どうなんすかね。じゃあ行きますか。お山本、はい、ちょっと聞いていいか。なんか俺着信拒否されてる。はい、いいや、やっぱいい。課長、いよいよ来週ですね、ドラー社の社長接待。夫婦同伴がマストってことでみんな急に神さんに気を使い出しちゃって、再退社は大変ですよね。課長、うん、ちょっと なんだクリーニングのタグつけっぱなしですよ。もう女子の間で噂になってますよ。じゃあ僕は会議なんでお先に。いや噂ってなんだよ山本。なんだよ。いらっしゃいませ。何になさいますか。あの定食は鯖味噌アジフライ肉豆腐。サンマの塩焼きなんかないんですか。今日はじゃあサバ味噌定食を。はい、サバ味噌定食一つ。冷ややっこありますか。昼は肉豆腐だけ。お豆腐なら切りますけど。すいません。なんだよ。どうぞ。ありがとう。ご近所ですか。文豪坂の上に住んでます。そうですか。いいな、家庭の味だ。ありがとうございました、早速今日からお世話になることに。おお、すごい、それはよかったよかった。はいはい、はい、おい大森君、何しょぼくれてんのか。で今日は客は何人来たんだ。一人。そりゃダメだな、たくな不愛想だからね、店主がね。で今日は魚は何が入ってるんですか。サバ味噌アジフライ。サンマの塩とかブリテリは仕入れてない。ダメだね。なあともみちゃん。あった。よしよしよし、じゃあこれから俺がよう安くて美味しい魚を仕入れてやるからよな。あ手伝いが必要ならよお前、うちの若い人をドーンと手伝いに出してやるから頑張るよ大将な。
客が来なきゃ意味ねえだろ。バカ野郎、バカ野郎、いい魚とかいい店員がいればな、客が来るよ。お前アラディンにするとか煮付けにするとかうちみたいにやれ、この野郎なあ。トモミちゃんな。はい、そうですね。よし、決まった。頑張ろうね、大森くん。いた、頑張れ。痛いよ。なんでだから、もうこれでも2キロやったんですよ。2キロ、お前ちょっと、あ、すみません。ああ、モリリン、珍しいじゃない、こんなに早く。ちょっと大事な話があってね。ああ、こいつ部下の山本、先月成田離婚。課長、いきなりそれ言うかな。どうも。どうもよろしく。とりあえず生ちょうだい。僕はウーロン茶で。はい。おい、はい、おで、何なんだ俺が噂になってるって。いや、ですからの来週のドラー社の接待ですよ。ああ、欧米方式全員パートナーとは。課長、ここ最近アウトっぽいですよね。なんだアウトって。アウトはアウトよねえ。なんだよ千春ちゃんまで。部長が心配しましたよ。当日は森村課長に花を持たせてプロジェクトリーダーとして存在感をアピールさせるつもりだったんですけどね。けどなんだよ。奥さんが家出なさったとか。ねえ森林、早くちゃんと会って話し合いなさいよ。こっちから出かけて行って誠意を持って。俺が行くの？長崎まで。なんで？当たり前でしょ、奥さんがいなくなって困るのあなたなんだから。くれぐれも偉そうな言い方だけは絶対にしちゃダメよ。日本の男は器がちっちゃいから自分の威厳ばっかり気にするの。女はね、まず褒めなきゃ。日本の男って本当褒めるのは下手なのよね。皆さんと同じ年頃の大勢の子供たちが一瞬のうちに命を落としたのです。8月9日被爆、2次爆死、4歳、1歳、翌朝発見数。ことキレシコそばに木も家もなく開けてくる。長男またしす、中学1年。炎天この今和の水を探しに行く。炎、兄を中に寄り添うて火になる。幸福の御事のり、妻を焼く日、今ぞ盛りつ。どうしたの？亀田さん帰ってこなかった。きっとボランティアで忙しいんじゃない？だね。
何読んでるの？別に。見せてよ。今はってどういう意味？今は？そう、今はの水ってどういう意味かな。見せて。難しい本読んでるのね。うん。炎天、この今はの水を探しに行く。この欲しがりし、水を噴水として人が見る。あのさ、ユタ、この今はというのは人が亡くなる寸前のこと。多分ここ長崎に原爆が落ちて、今はの際っていう言葉があるでしょ。お母さん、うん、俺長崎にいちゃダメかな。え、まだ何をすればいいのかもやっとしててよくわかんないんだけどさ、俺ここでやり直しちゃダメかな。はい、ごちそうさん。本当に美味しかったよ。ありがとうございました。マサ、また来るね。あなたでした。カレーの煮付け大好評です。普通は最初から出汁で煮るんだが、うちのはまず水と酒だけで煮る。その後で醤油とみりんでゆっくりと味を整えるんだ。だから味わいが違うんだよ。そうなんですか。そういうのはうちでできたらいいな。こんな坂道の上の家には宅配サービスも頼めません。文豪坂の上に住んでます。なんだ。例えばなんですけど、このお店でお弁当を作って宅配なんか始めたらどうかと思うんですけど。出前か。そら無理だな。私でも車の免許あるんで、空いた時間に配達しますよ。なことは俺も考えたけど、まず無理だ。儲けも出ないし。でも食事で困ってるお年寄りって多いと思うんですよね。あんたの家どこだったっけ。稲佐山です。ああ、語り部の山岡さんとこの居候だったな。はい。あそこらだって車入れないだろ。長崎の坂なんて狭いとこだらけなんだからさ、宅配なんてまず無理だ。でも ありがとうございました。680円になります。あんた、山岡こき知ってるの？はい、山岡先生のところでお世話になってます。あんたも変わった人だ。早く出た方がいい、あんな男のうちは。ありがとうございました。偏屈なジジイだな。ご存知なんですか？昔教師やってたらしいよ。奥さんが施設に入って今は一人だってさ。そうなんですか。哀れ、7ヶ月の命の花びらのような骨かな。枕元子を骨にして哀れ父が張る。炎天、妻に火をつけて水飲む。
俺長崎にいちゃダメかな、ここでやり直しちゃダメかな。もしもし。あ、森村智美さんの携帯ですか。よかった、やっとつながった。あ、突然すみません。私大阪の何和中央警察署の三井氏というものですが。警察。はい、それが森村さんの車が見つかったんですわ。え、あ、車。はい、警察の駐車場に保管してあるんですが、ちょっとご足労願えませんか。ゆうた。ねえ、お母さん明日大阪に行ってくるね。大阪。うちの車が発見されたんだって。明日一番で行ってくるから、夜には戻るからね。それから悪いんだけど、先生のこと頼んだわよ。お父さんも来るの？うん、どうかな。どうだろう。ただいま。おかえり。おかえりなさい。ただいま帰りました。ナンバー多摩300、ね、3136。うちの車に間違いありません。それで、どこにあったんでしょうか。この近くの倉庫街ですわ。あ、いやね、車検証を見て先にご主人に連絡したら、乗ってったんはうちの妻やからすぐに呼んでくれって、えらい剣幕で。そうですか。大変お手数をおかけしました。あ、いえ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 。旅行ですか。え、それともなんか訳ありで。こちらです。この車で間違いありませんか。はい、間違いありません。ETC カード、これも旦那さんので。はい。したら森村さん、こっからが本題なんやけど。こちらです。ああ、はい。久しぶりね。あ、元気そうじゃない。そっちこそ、どっかでのたれ死んでんじゃないかと思ったよ。どっこい、生きてますよ。その大変だったな、車盗まれたなんて。でもまあ、よかったよ、この程度で。悪用されたり事故なんか起こされたりしたら大変だったもんな。そうね。俺のゴルフセットどうした。ああ、あれね、売ったわ、8万円で。8万。あれものすごく高いやつなんだぞ。ポーチは売れなかったけど。ポーチ、
小野寺ゆりか。前か彼女にあれ送りつけたの。送りつけた？なんで？成敗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 じゃないぞ。おいともみ、まあ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 、二人とも少しクールダウンしてくださいな。それよりちょっと、ともみちゃんはよく見ると可愛いから大丈夫。この先何があっても。ももねちゃん、お前知ってんのか。どうもホームレスさながらの生活をしていたみたいで、車中生活を送っていたところを見回りの警官が見つけたんですわ。したら車検証は男性の名前やし、ああこれは盗難やなっちゅうことになって。だからもらったって言ってんでしょ。もらった？ずっとああなんですわ。奥さんから車をもらったの一点張りで、我々としてもね、このご時世もらったはないと思うんで。どうなんですかね奥さん。刑事さん。はい。少し彼女と話をさせてもらえますか。久しぶり。まだ履いてるんだそれ。しょうがないじゃん、いろいろあったんだから。ごめんなさい。困ったことがあったらいつでも連絡して。お前なんで。刑事さん、彼女の言う通りです。は？あげたんです。私あの車彼女にあげたんです。はあ？奥さん、それほんまでか？ね、ももねちゃん。じゃあ被害届は？出しません。車はこのまま廃車処分でお願いします。ちょい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 、何勝手なこと言ってんだぞ。あれは俺の車だぞ。廃車ってなんだって。廃車ってだって大体修理すればまだ走るだろう。あれまだ全然。誰かいる？久しぶり。久しぶり。どうしてた？遠くに来ちゃった。遠くって？荒野の国。来ちゃったんだ。タマコは元気？元気だ。変なご飯作る人は？大阪に行った。大阪？どうして？今ご飯とゴルフが合ってる。何それ、元さやってこと？いや、そうはならないと思う。むしろ離婚？わからない。じゃあどうなってほしいの？ゆうたはどうしたいの？
ゆうた君、箱庭の電球がつかないのです。え、壊しちゃった？いえ、消えちゃったんです。本当に？本当です。あの車好きだったな。俺もだよ。お前なんか変わったな。何が？なんかなんとなく。そうかな。ともみ、新しく出直すか？どうしたの突然？離れてみて分かったんだ、お前が大切だってこと。雄太や健太のことも。だからそのなんだ、戻ってこいよ来週までには。来週？いや別に今週でもいいぞ、今すぐでもいいし。何かあるんでしょう？いや実は来週大事な取引先の接待があって、夫婦同伴がマストなんだよ。そんなことだろうと思った。大事な取引なんだよ。会社手続き全部お願いします。それじゃ。ちょっと待て、俺の立場も考えろよ。立場？大体あの女とどういう関係なんだよ。だからサービスエリアで会っただけよ。それで車やっちまうのか？気があったのよ、いろいろと。あなたには分からないでしょうけど。どういう意味だよ。いいか、あれは俺の車だぞ。俺が汗水垂らして稼いだ金で買ったんだ。何言ってるの？いつも運転してたの私じゃない。ママタクとか言われていつも当たり前のように運転させられてたの私でしょ。ちょっと待って、どこ行くんだよ。帰るのよ。帰るってどこへ？長崎。まだそんな、雄太のことはどうするつもりなんだよ。あいつの学校のこととか将来のこととかお前本当に考えてるのか。これから受験だってあるんだぞ。考えてるわよ。だその言い方、こっちはなわざわざ仕事休んで来てやってるんだぞ。誰も頼んでないわ。それに仕事休んできたのはこっちも同じよ。どうせパートかなんかだろ。そうよ、それが何か。ちゃんちゃらおかしいよ。お前の仕事と俺の仕事一緒にするなよ。男か、男がいるんだろ。は？電話したんだよ、お前から聞いた連絡先に若い男が出たと。誰なんだあれは。お世話したい人がいるの。その人は原爆の語り部を続けてる人で、私と雄太の恩人なの。若い人はその助手さん。騙されてるんじゃないのか。はい、変わらずね。最低。なんだよ、仕事飛ばしてわざわざ大阪まで来て、なんでそんな言われ方しなきゃならないんだよ。お前何様なんだ。それでも母親か一家の主婦か俺の女房か。呆れて物も言えないよ。大体お前なんか何ができるんだ。何もできないくせに何を偉そうに。だからよ。あ？だから今度こそ諦めたくないの。諦めたくない？私今まで何でも諦めてた。しょうがない、仕方ない、まあいいか、どうせ私には何にもできないんだし。そういうのもう嫌なの？今までみたいに生きていきたくないの？家族は、子供たちはどうするんだよ。雄太は私が責任持って育てます。健太はもう大人よ。あなたもそろそろ大人になるべきだと思う。
やってみる。はい、先生どうですか。うまかです。でしょ。お母さんがいたらもっとうまかです。ゆうたくん、僕にもください。うん。したか。何やってんだよ。だけだ。嘘だな、その顔は。あ、さてはかなちゃんに振られたか。マジに無神経だな、親父。あ、図星だろ、図星。この家は普通じゃないって言われたよ、かなからさ。なんだ。親父がすごい冷たいって。家であれほど何もしない人初めて見たって。どこんちの父親もこんなもんだよ。全然違うよ。それからお母さんの悪口も言うもんじゃないって言われた。お母さんだってきっと一生懸命やってるのに何を偉そうにそんなこと言うんだって。なんだよ、ここの家がうまくいってない原因は俺とお前ってか。カナンちゃん違うんだよ。共働きだからかもしんないけど、親父さんが洗濯物畳んだり食器洗ったり。いや違うな、みんなだ、みんなでやってるんだ。あとみんながみんなに優しいよ、あそこんちは。ユタにはもう少し優しくしてあげればよかったな。うちは誰も優しくなかったもんな。ユータにも、お母さんにも。あいつもカモだな。ユータと二人でこの町で生きていく。不思議と願いは
確信に変わっていた。ありがとうございました。いってらっしゃい。亀田さん。はい。亀田さん、ボランティアでお知り合いたくさんいらっしゃいますよね。実は私、ご高齢の方たちのために宅配のお弁当をやろうかと考えてるんです。それで皆さんの暮らしをいろいろ知りたくて。紹介していただけませんか。いいですよ。今からどうですか。はい、お願いします。大丈夫ですか。はい、平気です。あの、亀田さん。はい。ありがとうございました。いい景色ですね。昔あの坂の向こうに海が一面に見晴らせる施設があって、仲のいいおばあさんが住んでました。よくお使いで朝一の魚を買っては届けていました。小さい頃の話です。朝のうちに坂を登って取れたての新鮮な魚を届けると、おばあさんたちがとっても喜んでくれたんで、全力で坂を走った記憶があります。その度にお駄賃で50円もらってました。そうなんですか。長崎で坂の上で暮らすのは大変です。だから若者たちはみんな山を降りて町で暮らしてる。はい。大野さんがご高齢の方に食事を提供するというアイデアはとても素晴らしいと思います。ありがとうございます。ですが、ご自宅に配送するとなると、かえってご高齢者の方が家を出なくなるんじゃないでしょうか。一歩でも外に出て、しっかりと自分の足で歩いて人と交流することが大切だと思うんです。そうですね。何かいい方法があれば。例えば公民館のようなところに来てもらって、そこでケータリングサービスをするんです。そうすればちゃんと外に出て交流も図れるし。いいかもしれませんね。はい。お客さん来てるよ。お客さん？うん、亀田さんにって。何かご用でしょうか。突然すいません。私、弁護士の竹内と申します。弁護士さん？やった。よう。二度と来んなって言ったのに、こそこそばあさん連れ出してあることないこと喋ってんだろう、このペテン師が。加藤さん、私から亀田さんにお話しましょう。
前のエゴに雄太を付き合わせるな。お母さんも自分の行く道を自分で決めろよ。商売ってのはよ、独りよがりじゃ無理なんだ。ともみさん頑張ってくださいよね。悩まれるのはあなたに未来があるからです。大いに悩んでください。がんですか？もう二度と先生の前に姿を現さないでください。